テイグさんありがとう。ウレトマト可愛い、ありがとう。じゃあ見て、バナナジュース、あんまり映えないけど、バナナジュース、バナナ、バナナなんか映えないよね映えないけど、バナナジュース、これバナナ、え、嬉しい、ちづこちゃん楽しみ。これはバナナ1本分でもね、バナナ1本分入れたんだけど、こんぐらい、うん、そう、今日夜ご飯これとこの食べかけのアイスめっちゃ健康悪い、食べかけもうあともう4分の1もないぐらい、めちゃくちゃ食べかけなので見せられません、もう本当にあとこんぐらいしかない、食べかけすぎて見せられないサラマンダさんありがとうございます。ちょっとね、バナナジュース飲んでいきたいと思います。うん濃厚すぎてバナナ食べてるみたい、ちょっともうちょっと牛乳入れればよかった濃厚すぎてなんかもう果肉、え、ちょっと待って、牛乳入れればよかった、もっとちょっとさすがにバナナすぎた飲むの大変、もう果肉ドバってくるからさ、ストレートタイプじゃない、ご飯バナナジュース、これはね残りのアイス、つい先ぶり、でも痩せちゃわないよ、アイス食べてるから。めっちゃねアイスもあと一口分しかない、めっちゃ私はコツコツ食べたい人なので、いろいろなものを、だからいろんなアイスがもう中途半端になってる。よし、よしさんありがとう。そう、私の性格、コツコツ食べる、いろいろなものを。今日のアイスはこんな感じ、セブンイレブンさんに売ってる生チョコアイス、生チョコがいっぱい乗ってるやつ、今年も出てて嬉しかった。で、あとはバナナで締めます。牛乳入れたいとこだけど1階に上がるのがちょっとめんどくさいのでめんどくさいので、もうこのまま行きますね。もうめちゃめちゃ、え、でも入れたい、どうしよう、入れたい、めちゃくちゃ、どうしよう、入れてこようかな、どうしよう、迷う、めちゃくちゃ濃厚、もうびっくりするぐらい濃厚、 100% もう、あと 90% ぐらいバナナかもしれない、入れようかな。でもね一回上がって、一回上がるのがね、入れようかな、どうしよう、入れてこようかな、どうしよう、こんばんは、ため、入れようかな、ちょっと入れてくる、ちょっと充電が切れちゃいそう、ちょっと入れてきます私、よいしょ、
ついできた。あ、でもいい感じ。わかんないか、色が白くなった。ちょっとちょっと飲んでみたいと思います。うん、まだ濃厚まだ濃厚。まあでもよしかった、ありがとう。よしかった、ありがとう。来たら壁だった。やっほー、よしかった、ありがとう。めっちゃ夢中。そう、うん、まだ濃厚だった。でも美味しい。うん、濃厚。これはね、どこだっけ、どこで買ったっけ、忘れちゃったな。うん、濃厚、濃厚バナナジュース。二部制です。来てくれてありがとう。一部も二部も。トールさん、ありがとう。え、甘い、甘い。バナナって美味しいよね。うん、え、青ハッピーさん頑張ってくれたの、嬉しい。来てくれてありがとうね。え、むつつさん、ありがとう。あ、また配信してるよ。こんばんは、アナエリアです。お肉がめっちゃ余ってる。バナナの繊維がめちゃくちゃ見える。なんか、繊維なのか分からないけど。バナナジュース飲みました。自家製バナナジュース。リア調子、お、やっほー。バナ、バナ、バナバナ、バナ、バナバナバナ。そんなバナナ、そんなバナナ。リア中に夢中。リア中もお腹いっぱい。バナナ育ててないよ。育てたことない。めっちゃ80% バナナって感じ。 83% バナナ85% にしとこう。バナ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 ナバ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 ナナバ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 ナナバナナ。はあ、お腹いっぱいだ私は。リアチュー、お、ヤッホー、また来てくれて嬉しい。リアチュー、マジカルバナナ。ちょっと前髪がへんてこ、へんてこ、おお、へんてこ。今夜のご飯のカレーを作る。お、いいな、私も食べたいカレー。バナナ、バナナだけに。あ、なるほどね、うまいこと言えなかった。
リア充に夢中。持って行っていい、あ、持ってってください。来るんですか広島。ぜひ。夕食終わりよ。もうお腹いもう結構満足。結構バナナってお腹いっぱいになるんだよ。バナ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 ナ。結構昼がまだ残ってる。昼お腹いっぱい。昼のが残ってる。昼のが残ってるって言い方なんか。昼いっぱい食べたのでお腹が。リアチに夢中。夜ご飯は食べた今。濃いバナナ。略して濃いバナナ。ちょっと使い方が違うな。こんばんは。新井リアです。こんばんは、ゆうたむさん。伸びるほっぺ。夢中。そう、誕生日来たら10時までできるんだよ。でも今まだ9時。リアチに夢中。バナ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 ナ。バナ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 ナ。あ、ちょっとね、私 DMM みたいな鼻だれの DM、 鼻だれ、僕体の機能の夜の位置がね、大きいよね。私も嬉しい。僕体のアーカイブ一緒に見たいな。みんな一緒に見る？リアタイしながら見るのもありだな。見たいな。ありがとう、ひらりはたさん、わかる。ハートありがとう、うさちゃん、ハート。私まだ見てないよね。DMM。昨日の僕だけ。気になって。あの、ちょっと見たか。ちょっと、10分ぐらい行った。ユニットまで行ったけど、そこから見てない。リアスがリアタイ。リアタイ。でもね、スマホがね、下にあるからちょっと悩みどころ。解説付き。確かに解説付きね。だけどスマホが下にある。迷いどころ。それかクリア中僕対アカペラ僕対多分やらない。あ、ありがとう。携帯で隠し撮りされたあてきっとそうきない表情でしょう。ハート、お、めっちゃ嬉しい。うみさんありがとう。感じてるように愛したいの遠い場所から憧れてる本当に
パトロール、ショールパトロールってしてます、たまにしてる。だからみんながどのルームにいるかもわかるよ。ヒロプロさんありがとう。日暮らし嬉しい、嬉しい、ありがとう。梅さんありがとう。僕と行く、嬉しい。ヒロさん嬉しい、大好き、待ってる。リアピョン大警察任せて。日暮らし私が泣いてる場所、あなたにはわかります。東の声なかったよね、カラオケなかった気がする。あったらいいんだけど。花だれ、嬉しい、みきやくん。ハート、私はどのルーム、いやーな、ちょっとモピラさんはどうだろう、どうだろう。じゃあまたね、今度見つけたら。結構私、結構マイキューさんのとか配信とか、誰の見てるだろう、たまにひょこって出てくるから見つけたらいいよね。リアチ推し、僕隊嬉しい。いや、ちしかあ、もうそういうのいい、本当に本当にか、見て見ぬふり、それは無理。先週の僕隊、嬉しい、見て見ぬふり、それは無理。3期生の、あ、でもたまに見る、配信終わりとかにね、やってたら見るかな。あと夜暇な時とかショールーム開いてたまに見るとかあるよ。3期生のだとね、誰の見るだろう、でも1分とかかっこ本音、でもほんまに1分とか、でもたまにいっぱい見る時もあるけど、基本はマイキューちゃんとか、でもサンヤンさんとか、でも結構先輩方の結構見てる、好きなので。照れます、バレとると思うと照れます。みんながうろちょろしてるのも見てるよ。チャンヨンさん、チャンヨンさん、マイキューさんとかはでも最後12時前の15分とかよくしてるイメージ、11時45分とかそんぐらいからってイメージ。先輩だったよ、そうしてるよね。いや、13時間中中、確かに先輩方忙しいからね、お仕事とかが。リアチ推し、アカセルシャンタ最後の分かる。マイキューさんはどこ見ても可愛いんですよ。最後の1分もうめちゃくちゃ好きなんですけど、もう全部、もう全部好き、全部。大悠さんありがとう。そう、マイキューさんが好きなんですよ、私。マイキューさん推し、結構初期からマイキューさん推しでした。今もマイキューさん推しです。マイキューさん、
ちょっと私ちょっとまだ待ってんですね。またちょっと私消えるまた消えるね。ちょっと私取りに行くスマホを。ちょっと DMM リアタイじゃない、 DMM 見返そうかな昨日の。チューチューチュー、あ、ここ危ないな。おお、あ、飛び飛びです。まさかリア充がいない間に。まさかそんなこと、そんなこと、そんなバナナなんだろう。ただいま。そんなことないか。ふじやんさんありがとう。ふじやんタコ、ふじやんさんタコありがとう。ちょっと今ね充電してるので少々お待ちよ。そう、今から僕隊のアーカイブ。またイヤホン忘れてしまった。イヤホン忘れてしまった。あ、そういうこと？サチさんが今のやつとか。二窓ですか？私と二窓。ハートありがとう。そんなバナナ。そんなバナナ。イヤホン忘れちゃった。ここに紐がありすぎて。リチャードさんハートありがとう。ハートでへん。リアちゃん夢中。え、おしさん嬉しい。そんなことやってくれてリアちゃん嬉しい。おしさんありがとう。嬉しいリア中。ぜひリアピョン隊加入お待ちしてます。リアピョン隊っていうのはリア中のリア中推しの方のことをリアピョン隊って言います。ぜひリアピョン隊加入お待ちしてます。嬉しい、ありがとう。嬉しい。嬉しいよ。あ、まつげが下がってきた。タイガールの嬉しい竹、嬉しい竹たリアピョン隊楽しい。そんなことないよ。兼任できるよ。ぜひ兼任でも何でもいいので、ぜひリア中推し。え、嬉しい。みんなありがとう、褒めてくれて、褒め褒めしてくれてありがとう。ちょっと待ってね、こっちで DMM インストールするから。え、待って、暗証番号忘れちゃった。忘れちゃった。え、忘れ
これかな。あ、入った。危ない。あ、危ない、危ない。もうリーチしぶとくだった。自分で変えたのに自分で忘れるっていうね。このスマホあんまり使わないんですよ。この今配信用のスマホしかあんま使わなくて、そう、とりあえず10月だ。とりあえずリアピョン隊加入なってます。押したい。本当？初期化していますってどういうこと？いろいろこのちょっといろいろちょっと、ちょっと待って、情報量多すぎてリアチついていけない。どういうこと？リアチちょっと困り中。初期化ってどういうこと？初期化ってどういうこと？リアチ夢中。何分から？どうしよう。でもユニット日暮らしからにしようかな。日暮らし見てないよねまだ。リアちゃんに夢中。どうしようどうしよう。やっぱりジェットコースターから見ます。また来ました。あ、嬉しい。ひーちゃんのパパだよ。やっほー。普段使ってそう、普段使ってないスマホ、そう、普段使ってないスマホあまり使わないんよ。音楽聴くときとか暇たぎそう。まだできないよ。悲しい。ちょっと待ってね。これか。使わないんか。初期化やめて。リエチュー困り中。星まさたん助けて。練習困り中。初期化中。兼任しますかね。お待ちしてます。リアピョン隊加入兼任お待ちしてます。いつかご報告待ってます。僕ジュリ、わかる。夢中リアチュー暇たぎ3年ね。嬉しい。淡路のケンちゃん、本当に本当にそんなこと思っててくれてくださるんですか。嬉しい、ありがとう。嬉しい。リアピョン隊に入るしかないやん。ちょっとインストールさえしてなかった。いつもさ DM もさこっちのスマホで見るからさ。トムトムかありがとう。嬉しい。リアピョン隊、そうリアピョン隊加入お待ちしてます皆さん。なんだ DMM アプリで見ようとしてるんだけど、ちょっと待ってね。ちょっとイヤホンも取りに行かなきゃなんだけど。うん、そういうこと。あれ Wi-Fi もつながってんの。あれちょっと待ってね。気になるたい、気になるたい、ぜひお待ちしてます。りゅうきさんハートありがとう。トムトムありがとう。嬉しい。ふさん、何の宣伝、何の宣伝、何の宣伝って言われましても、何の宣伝だろうね。今宣伝、宣伝宣伝か。ちょっと待ってね。
なんてこったなんてこった。トムトムありがとう、セトシちゃんありがとう。うん、なんてこった。いや調子、あ、本当か。本当に思って池袋僕とリアちゃんの楽しそうに、え、嬉しい。淡路の金ちゃんリアチュラブありがとう、嬉しい。そんなこと言ってくれてありがとう。私もみんなにね、これからも元気とか、まあ元気を与えられるようなパフォーマンスもしたいですし、これからももっと頑張りたいと思います。さきちゃんのおりす、お疲れ様ありがとう。さちかと、まだまだ私はね本当に未熟なんですけど、まだ見守ってくれると嬉しいです。リアピョン隊お待ちしてます。あれちょっと待ってね、全然開けない。温かい目で見守ります。嬉しい。いやちゃんちゃ、トムトムハートありがとう。リンゴジュース飲んでない、トムトムありがとう。人生そう、ふさんのこと楽しみにしてあげる、楽しく人生。お、持ってきた、 いけるかな、いけるかな。おい、きれいきれい。お待たせしました、みんな。ちょっと待って、イヤホンも取りに行かなきゃ。ちょっと私もなんてこった、もう3回ぐらい行き来してるよ。バナナジュース取りに行って、イヤホン、いやスマホ取りに行って、なかなかリア充。お、でもそれは抜け出さないでください。マイキューさんってどんな人？マイキューさんはクエッチョン。マイキューちゃん、マイキューさん、マイキュー先輩は、マイキューさん先輩はクエッチョン先輩。おゆうさん、ありがとう。今日も、本当にありがとう。マイキューさん、マイキューさんは、クエッチョン。クエッチョン。リエッチに夢中。え、して、え、嬉しい、淡路のけんちゃん。ウレトマト、そうなんですよ、マイさん、マイキューさんがそう教えてくださって、グエッチョン。リアちゃんの、え、嬉しい。いっちゃんありがとう、レインボースター、似てる、嬉しい。いっちゃんありがとう。そう、マイキューさんから教えていただいたので。マサさんありがとう、かわいい、ありがとう。結婚して、ヒロさん結婚して、ゴールドヒロ、お、リズ結婚して、リズ結婚して、クエッチョン、クエッチョン。ちょっと待ってね、ダウンロードできたかな。でで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 、婚約、え、え、え、婚約、え、え、婚約無理。飲み物まだ飾ってる、そう、まだ飾ってる、飲めない。おじいちゃん、あと、早く飲めないよ、早く飲めない。リュウチュ大切な飲み物だもん、飲めっこしない。恋人から
なんだなんだそのなんだそのなんだ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 急な告白なんだなんだ早くダメなんだなんだ告白マイケルさんに控えめにさせて。はい私はじゃあもうマイケルさんとあまり話さないにするねじゃあ悲しい控えめに接しますじゃあ悲しい千穂さんに飲めそう千穂さんに飲めって言われ千穂さんでもね千穂さんからいただいたドリンクはやちさん声ありがとう花手も確かにやちさんマイケルちゃんそう話したいんですけど控えめに接してのことで控えめに接したいと思います。まあいろいろあるよね。まあ後輩だしねそんなグイグイ言ったらねダメだよね。待ってたのかな私がマイケルさんに話しかけてマイケルさん困らしてたのかな接するの控えめにしてって言われちゃったから私は話すのすごく楽しいんですけどコメントとかで接するの控えめにしてた
あー気にし、ごめん、もう気にしちゃうから本当にごめんなさい。気にしちゃった。気にしちゃった、ごめん。そう、沖さんと別れる時も悲しくて、なんか沖さんの優しさと沖さんの優しさといろいろいろんな面で、笑います。リモートありがとうございます。笑います。もう本当にみんな優しいコメントありがとうございます。もう逆に泣けてきちゃうよ、みんなが優しいから。笑わないといけないよ。みんなが優しすぎるよ、本当に優しすぎて泣けてきちゃった。なんだろう、もうみんなが優しすぎるよ。優しいよみんな。こんな私に優しくしてくれてありがとうみんな。なんか笑ってきちゃった自分も。自分も笑ってきちゃった、もうみんな優しすぎて。なんか優しいからだよ。みんな優しくしすぎだよ。ありがとう、嬉しい。みんなが優しくしてくれてありがとう。平和、こんな私にみんなこうやって構ってくれて嬉しい。本当にみんなの優しさにちょっと感動してます。なんで泣いてるのか、なんでだろう。
本当ありがとう。あーもうみんな優しすぎる。お優しいよ本当に。面白い。あーみんな優しいですね。ありがとうございます。レインボースターありがとうのビーダー嬉しい。プルプルさんハートありがとう。嬉しいハートありがとう。そうやっぱりね一部のファンの方は一部の方あんまりマイキューさんに話しかけないでほしいって思ってる方もいる。まあ仕方ないよね。そうコメントでさ見つけちゃってさちょっと気になっちゃった。そういう時はコメントあんまりしないで心に留めててくれたら嬉しいな。あまりコメントしないでください。そういうのは悲しくなっちゃう。めっちゃ何歳ですかって言った。察してください。まあ話題変えちゃうもん。うん、私は10代です。確かに DM も見落としてたんだ私。さすがググった正論すぎる。インストール多分できた気がする。のぴーたんありがとう。ハート。生誕祭は僕体感どっちでもいいです。あの開催させていただけるのであればどちらでも嬉しい。いろんなる面白いね。好きな食べ物好きな食べ物はねさしてください。ああしょっちゅうね DM ちょっとねイヤホン忘れちゃったしな。どうしようちょっとイヤホン忘れちゃったな。守りたいありがとう守って。お手紙ね確かに楽しみ。アイリーさんありがとう。かわいそう
新公園生誕祭行きたい。11月ならで、お手紙ね、楽しみです。リアチューのニックネームはリアチューって言います。今更月水のメンバーリアチューが初めて自分、嬉しい。なんか運命を感じる。勝手に運命感じた。うへ、怖い。宇宙だいたい、リアチュー、そう、涙腺弱すぎて自分は多分誰とのメンバーが書くか分からないんですけど、多分泣きます。1秒で一文字目で泣きます。応援します、ありがとう。リアチューだ、ヤッホーヤッホー。早い？早すぎるか？私も涙腺が弱い、本当に。一日なんかもう、もうすごいよ、本当に。多分生誕祭でなんか手紙読む手紙、多分手紙取って泣きます。なんか代読してくれる方がいるじゃないですか、多分代読とか、多分その代読してくれる方の顔を見たら泣きます。さりげなく嬉しい、本当に能力者。もう面白い。一応1曲目から私は涙腺が弱すぎてもうすぐ泣く。多分全曲泣きます。多分みんなのコールで泣きます。でも昨日のサチタンみたいなコールを多分私がいざ浴びるってなったら、私はもう踊れない、もう踊れません。もうコールがね、うちのぜおばあちゃんから。リアチュー、リコチさん顔見て笑っちゃうね。大きかったさ、そう、多分あのやばいな、もしどうせ生誕祭でそんな昨日みたいな素敵なコールを私が浴びることになったら踊れるかな。もう涙腺が弱い。そこは頑張る頑張る頑張る。そっちじゃなくなった。確かにリアチューの生誕祭、もし開催されたら来ていただきたいです。コールさ、大きすぎ、もう本当に大きすぎる、めちゃくちゃ嬉しくて、もうありがたいんだけどね。生誕祭だから余計に涙が出ちゃう。吉王さんありがとう。と恥ずかしくて筆がすんません。待ってます。綺麗、嬉しい、ありがとう。ちょっと近いよ、そんな。生誕祭行きたいです。ぜひ会ったら来てください。東京でもやってほしい。確かに当選させる、絶対行く。嬉しい、みんなありがとう。大工さんありがとう。やばい、本当に感動するものだね。多分ぐちゃぐちゃになって、待って、ちょっとキープメイク、キープミストをもう一本使わないと。涙、泣いても大丈夫ように、キープミスト、メイクのキープミストをめちゃくちゃかけてメイクが落ちないように。その映画、その DMM 見る予定だったんですけど、普通にイヤホン下にあるし、いろいろね、ちょっと
パスワードとか設定しなきゃいけなくて、ちょっと準備ムスクでごめんなさい。リスがみんな、え、嬉しい、マネーパパさん。中学生確かによく出るかも。いっそすっぴんで放送事故やだ、放送事故やめてください。放送事故 NG。 結構さ、すっぴんってやばいねでもメイク崩れて、なんかもうマスカラがもうなんかいろんなところに黒いのがビチビチってしてるのも本当に嫌なんだけど、どうなんだろうね。すっぴん、あ、すっぴんもね、なかなかハードル高いよ。でもなんかすっぴん出ちゃいけないみたいな聞いたことある。生誕祭の頃ね、すごいよ本当に。なんかソロハさんの生誕祭に初めて出させていただいたんですけど、コールがすごくて私まで泣けそうになりました。すっぴんでも、嬉しい。ヤシさんありがとう。泣きメイク泣きメイク泣きメイクって動画あるかな。リエチ笑顔嬉しい。でソロハさんの生誕祭すごかった、聞いたことがないそう多分ね、ダメだと思う。すっぴん出たらダメみたいな聞いたことがある。沖さんから手紙来たらもう死にますね私。多分それは無理な気がする。 STU メンバーあったりかしか、ダメな気がする。ねえやばい本当に、ごめん、すごかったです。もうびっくりしました。あの髪、嬉しい。メモしていや中類線弱いんだ。みんなの優しさに泣けちゃった。みんながこんな優しいから私は泣けてくるんですよ。みんな優しい。もう手紙リエちゃんね、嬉しい、ありがとう。僕隊、どっちだろう。僕隊もいいな。でもどうなんだろう。くまねパパさんありがとう。奥さん手紙、それは夢です。夢のまた夢すぎる。そんなこといただけないよ。ありがとう、まくまねばあさん。みんなが優しすぎるんだ、本当に。チャートリで、離れで生誕、確かに。チャートリ、確かに。もんもんなくなせないでしょう。だって STU メンバーな気がする。そうなの、でも過去のメンバーで STU メンバー以外だったことってあるんですかね。どうなんだろう、そこがあんまりよくわかんなくて。誰が選ぶんだろう。でもそれにしても手紙書くメンバーとか、それがね、まだね、感動して、嬉しい。頑張ってね、ありがとう。まさやささん、花大先輩、同期と生誕もいいね。たくさんの思い出があるから MC とかでも話しやすいかなって。あ、そうなんだ、家族と。花だれ、出たいです。嬉しい。淡路のけんちゃんありがとう、楽しみにしてます。メンバーの方が嬉しいかな私は。そうなんだ。私はメンバーがいいかな、どちらかというと。普段お世話になっているメンバーの方から、同期とか。誓います。生態、そうなんだ。確かに、モンモンから、確かに。
マイキューさんから、もうダメです。マイキューさんからだ多分。もう泣い、もう私はもう読む前から泣いちゃいます。読み飛ばして後から泣い、なんか記憶にある気がする。ミーボン、確かにミーボン、確かにミーボンかもしれない。気をつけ、確かに、ミーボンの、やばい、ミーボンから手紙なんか来たら泣く。なるほどね、そういうシステムなんだ。へえ、ゆきりんさんなんて、生誕祭で好きな人、面白い、すごい、裏でたくさん働いてくださって、私のためにたくさんね、そうやって考えてくださってありがとうございます。嬉しいな。ポニーテ、確かに嬉しいですよ。私書いたら欲しいなった。私は誰でも嬉しい、メンバーだったら嬉しい。家族じゃない方が嬉しいな私は。沖さんとかだったら多分即死です私。生体大変、本当にありがとうございます。ハートありがとう。誰でも嬉しい、そう、誰でも嬉しい、誰でも大好き。いけるかな。大体もりえちゃんの手紙、ぜひ、いつもみんなお手紙で送ってくれてありがとう。いつも見てます。事務所行って俺がぜひ、言っとけば夢が叶う。そんな私そんな贅沢なことしていいのかな。もうちょっと罰が当たるかもだからやめとこう。イモチューやだ。イモチューわがままだからやだ。言わないと。でもね、バチが当たる気がする。そんな、そんな、誰でも嬉しい私は。誰でも大好きなので誰でも大好き。熱中心変なティース、変なティース。かなちゃん、かなちゃんもいいね。みんな嬉しい。かなおちゃん仲良し、かな、楽でいい。でもなんか言っちゃうと、なんか、なんか手紙書く苦労って、書くの結構時間もいるし頭を使うし、なんか申し訳ないなって思っちゃう。だからね、なんか申し訳なくないですか、書かせちゃうのって。なんか書かす、なんかただでさえ忙しいのに、なんか申し訳ないな。それはなくしてしまってばす。なくした。あーにょーにょー
本当に誰でも嬉しいです。私はもう書いてくださるだけでは嬉しいですよ。本当にもうみんな嬉しいらしい。本当に私は本当に誰でも嬉しいですよ。もう本当に書いてくださるだけで嬉しい。時間削ってまで私の時間に、私の時間費やしてくれるんですかって、私の時間作ってくれてありがとう。私だけの私の眺め本当そんなこと言ってくれてありがとうございます。手紙大変よ。そうよ、私も何度か経験したよ。なんかねもうめっちゃ小学生の頃とかなんかめちゃくちゃなんかもうバカのように手紙を、なんか大好きだった先輩がいて、私が1年生だった頃6年生の子でなんかめっちゃ可愛くて可愛くて優しくて、こんな私にも構ってくれて、もう本当にもう全然最近はずっと会ってないんですけど、もう今すぐに会いたいって思うんですけど、男じゃないよ男じゃなくて女性なんですけど、名前言っちゃいそう、女性なんですけど、今でも手紙がもうめっちゃあるんですけど、なんかもう今手紙見返すともう30ぐらいあるかな。え、ちょっと手紙ちょっと見てくるねちょっとどんぐらいだったっけ。めちゃくちゃもう私が送りすぎて手紙を、なんかえ、なんだろう、もう大好きな、もう可愛くて、なんだろう、ちょっと今思うとなんか申し訳ないなって思う気持ちが。よし、ごめんね、待たしちゃった。あれちゃん、ありがとう。リアチより可愛い。そう。そう、めちゃくちゃ可愛くて、今に会い、今でも会いたくて、もう小学1年生の頃から DD でした、私。小学1年生の頃にめっちゃお世話になった方がいて、ちょっと待って数えてみるね。めっちゃ送ってる、怖いほど。しかもめ全部返してくれるの、お手紙。もうすごいよ、なんか申し訳なくなってきたの。もう小学生の頃は手紙をめっちゃ送っちゃって、あー懐かしい。手紙がすごいよ。手紙が大好きだった小学生の頃。なんだろう、なんでだろうね。すごいね。めっちゃある。
ほらめちゃくちゃこれ全部、あやばいやばいやばい、危ない危ない、住所載ってなかった、危ない、これちょっと開けましておめでとう、危ない、これない。これも個人情報。これかなとは、じゃあこれがいいのか。ほら、これ全部お手紙。危ない。危ない。そう、もうちょっと今ちょっと見返してみようかな。ほらめちゃくちゃ可愛い。お手紙ありがとう。友達ね。まるまるが中学生になったらりえちゃんは4年生でしょ。頑張ってね。弟の参観日の時に4年生の教室見に行くね。みほは1年生がいて遊べない時があると思うけど遊ぼうね。もう泣ける、こんなお手紙。なんか大好きすぎて、なんかもう教室まで会いに来てくれたり、忙しいのに。なんかもうほんと好きです。でもその方のお姉ちゃんともすごいなんかお手紙もくれて、お姉ちゃんからも手紙来て、いつか会える時があったら会おうね、あれ遊ぶ時とかいつでも誘って、リアちゃん4年生か、なの知ってるリアちゃんまだまだ1年生だったな、お祭りの時すごく大きくなっててびっくりした、高学年頑張ってね、お兄さんと同学、そう私が、いや違う、お兄さんの1個上、お兄ちゃんの1個上、いや本当にその子と本当に会ってなくて、もう中学生になってからもう一回も会ってなくて、もう会いたいです、私は恩返しがしたいです。こんな手紙送ってごめんねって、かわいい、もう本当に会ってないよ、親戚じゃなくて普通に小学生の頃なんか班があって、班があったのかな、何だっかな、班があってなんかの班があって、なんか活動する班があって、小6小5小4小3小2小1って言って縦割り班みたいなのがあったんだけど、その時に一緒になった子でめちゃくちゃ仲良くなって、めちゃくちゃお世話してくれて、で好きになって、その優しさに好きになって、あと可愛くて、登下校は一緒じゃないんよ、あと少しでリアちゃんと遊んだりお話できなくなるからすごく寂しいよ、だから今たくさん遊んだりしようね、大休憩昼休憩懐かしい、大休憩昼休憩の休憩時間、うんよ、見つけたらニコニコ笑って走ってきてくれてありがとう、そんなリアちゃんが大好き、残り少なくなる、うん、やばい、お手紙ねめっちゃ閉まってる、なんつ数えよう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、あれ、これ早い、23、24、25、26、27、28、29、30、30通も、もうすごい、いや中に中、まささんありがとう、集団ありがとう、確かに
お礼をしに行きたい。会いたいです。今どうなってるんだろう、会えるかな。でもその子、まるまるちゃんって言うんですけど、まるまるちゃんって言うんですけど、まるまるちゃんって言うんですけど、その子のその子にも弟がいて、弟がその子にも弟がいて、弟が弟多分違う、弟だったらすぐ、中学生の頃だったらすぐ会えたんですけど、お姉ちゃんは別の中学校行っちゃって、今頃社会人かな、ね、19歳。まるまるちゃん、まるまるちゃん、でもさ、この名前さ、世界中にもう1万人ぐらいいそうな名前。まるまるちゃん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。リササちゃん違う、みだよ、み言っちゃダメか。でもね、本当にこの名前はもう全国に何万人もいる。ネタバレしちゃった。みゆちゃん名前つく朝やかちゃん、みゆちゃん、お、みゆちゃん、みゆちゃんじゃないよ、当たっても当たったって言わないよみゆちゃんじゃない、限定されたみさきちゃんじゃないよ。リンゴジュース飲んでない、みえこちゃん、みえこちゃんじゃないよ。お、みきちゃん、みきちゃん、あ、みきちゃんって子も、あ、みきちゃんって子も友達です。ミリアちゃん、みずきちゃん、みーちゃん、ゆうくちゃんあ、でも言いました、友達に。リアちゃんでも確かに、みーやちゃん、ゆうかちゃん、みゆきちゃん、リエちゃんまいちょっともうおかしくなっちゃったやん、みんな。みくちゃん、みんなおかしくなっちゃったよ当たると顔に出るからですね。みなちゃん、あれ、さやんさん、さやんさん、さやんさん、あーらりゃりゃ、みみちゃん面白いな、みなみちゃん。まあこれ、ここでやめときましょうね。みんなの推しメンの名前ですか、みんなの推しメンさんの名前、もしかして推しメンさんの名前、推しメンさんの名前ですか、もしかして推しメンさんの名前ですか、推しメンさんやめてください全然いいんですけど、うんぬしゃうぬしゃん。みんなも暴露してんじゃん。もう、俺、ついにリアちゃんってなってきたよ、もう。リアちゃんじゃないやん。リアちゃんじゃないやん。あえて失われてない。もう、やめてくれ。リアちゃんって。何の時間、ほんまにそれ。ほんまにそれ。何の時間。何の時間リアちゅうも友達の名前聞いてるのにリアちゃんってなってきた、もうついに。太郎ちゃん、ええもう
お城の、そうだね、もうそうなってきた、そうなってきた、暴露の時間、みんなの暴露の時間、ぜひみんな暴露してってください。かわいい、ありがとう。みんな暴露してってください、ここで。かわいい、ありがとう。みんなの DD がバレます、ここで。ぜひここで暴露してってください、ノリでね。友達の雰囲気、え、知ってる友達、ええ、いるかな、あんまりいない気がする。なんだろうね、なんか私の友達、あ、でもどうなんだろう、扱いアイスクちゃん、誰、エリナちゃん、シティメンバーじゃないのね。エリナちゃん、蒲田エリナちゃん、お、みんなを幸せ、お、みんな袋スクショしちゃおうかな。一人じゃない、うわ、もう DD やん、林美玲ちゃん、どうだよ、ななみちゃん、もうスクショしちゃうよ、みんな、あとで楽しですとか言っても知らないよ。明日の推しのライブ、あ、お、暴露してんやん、もうスクショしちゃうよ、みんな、スクショしちゃうよ、こんなノリで、こんな暴露してたら、DD バレちゃう。ガロク？確かに結局 DMM 見てない。後で見るね。スクショないで。私は警察なので、たまにリア充が出没します。たまに。リア充がみんなが浮気してないか見に行きます。そうだからみんなが他のとこに行って可愛いとかコメントで可愛い好き夢中とか言ってのバレてるよ。可愛い今日から押します好きとか言ってもバレてる。パトロールしてる。うち。夢中はここだけか。そこはいないね。リア充パトロール。そう、名前変えてる人いるよね。ショートカットあるかも、一回夢中はここだけでした。誰推し決められないです、自信あり。ほんまか、ちょっと怪しい、むしろ一途かも。夢中とか言ったらできん。確かに確かに夢中ってリア中しかおらんもんね。コメントの文章でわかる。確かになんか後ろに、私結構わかるんよ、ファンの方で文章の後に絵文字つけるとかびっくりマークつけるとかつけないとかでなんかわかる。かわいい、嬉しい。リアだってそんなんよ。リアちゃんの配信が、え、本当に？なんでなんかね、みんななんかこの方はよく X とかでこの絵文字使ってる、結構この絵文字使ってるかもみたいな。リアちゃん怖い、リアちゃん怖い。
中学高校1年生です。えちくん閉めないしまった、あぶり出せ、パセリだーん、知らないつ、そうだよ、みんな気をつけてね。逆に嬉しい。でもさ、そうやって浮気しすぎるのも良くないんだよ、みんな。リアチ、ヤッホー、ワールド監視、結構これは監視しちゃうかも、無意識に無意識怖い。アーカイブ、お、リアちゃんボソ、嬉しい、待ってますね。かわいい、ありがとう。監視中、おお。リアちゃんこれ得意、あ、なんだろう、リアちゃんこれ監視かな、ファンの方の監視得意。ケイトのことだった、 SM もみんな好きだけど配信ちゃんと見て、お話別、数人、数人が何人か気になる、数人が何人か大切。みーたん結婚して、リアチともっと距離縮め、昨日、え、リアチの、え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 、これから気をつけます、リアチ女子、え、ほんと、ほんと監視助かる逆にハートありがとう。確かに認知得意かも、でも1回でできない時もある、でも2回ぐらいで分かるかも。公演とか来てくれる方とか結構分かる。今日までぜひ決済忘れずに、エムタさんありがとう、ありがとう、ハート何人なら一人エムタさんありがとう、チーズ明太さんありがとう、楽しい、あ、18人もうダメだ、うん、ダメダメ、エムタさんありがとう、話題変えて、もう逃げようとしないで、パセリタン本当によくない、本当によくない。リアチーム中、大阪4人、4人か、リアチーム2、お、もうしてるよ、ワルタン、ワルタンは結構ねしてる、まだお話か、ぜひぜひお待ちしてます、一人はキビ追加、嬉しい、ポニーテール池袋、お、嬉しい、驚いた、そう、アヨンさんね、覚えたよ、私顔も名前も、スニガスニガスニガリアがね、え、嬉しい、リアチメール、オッケー、最終的に船橋、あ、あ、もうダメ、船橋ダメ、リア中無理もう仕方ないよね、もう可愛い子ばっかりいるんだから、もう先輩方みんな可愛くて困っちゃうよね、ほんと、みんな推したくなるわ、気持ちはわかる、認知、え、嬉しい、リアチに行く、わかる、わかるんよ、わかるんけど、だって可愛いんだもん先輩方全員、だけど本当に可愛くて推したくなる気持ちもわかるけど、わかる、だけど浮気しすぎには注意してください。何股、何股ですか、本当に何股ですか、みんな見事な楽しみ、まあ何回も お会いしてるけど、次は、お、ぜひぜひ名乗ってください、楽しみ、え、嬉しい、リアちゃん好き、え、本当に本当にみんなに言ってない、
その気になる。おじさんも好きです。ファンクラブ始めたらやつ。え、本当？嬉しい。ちょっとならいい。もう本当にダメ。さすがにです。でもこうやって私が言ったらみんなは普通に押していくから。みんな可愛いんだよ。でもしかダメ。本気であんま理想で。いや、嬉しい。それは嬉しいです。4また待ったよ楽しい。確かにね。両方やさん、言っとかい。嬉しい。としさんこんにちは。可愛かないよ私なんて本気で。もオノビーちゃん本当に認知してる。結構お話し会とか一回まあ行けたりする場合はあるけど、たまに行けない時もあるから、大体お話し会とかオンラインとかで結構認知できるって感じ。リュウツ好き。ほんと楽しい。リュウツ信用できない信用できない。沼にはるこ怖い東京。うれしい。リュウツ、ありがとう。リュウツの歌、リュウツの歌がいい。ね、信用できない。一番信用できない。そうだよ。くまねパパさんは。サチタン、楽しい。でも、くまねパパさん結構ね、配信でいろいろ見るよね、どっか。結構見る。コメントしてないけど、コメントはしてないけど、そのルームにいるっていうのはわかる。あ、いる。あ、ハート投げてる。メンバーの。リア充楽しいか。M たちさんありがとう。期待しかない。本当？嬉しい。出れないし。男女もチェックしてるよ。見てるよ。結構見ない。結構見てるよ、くまねパさん。ハート、ありがとう、星正さん。嬉しい。でもね、結構、推し明るく、星正さんは、ゆうなんたんをしてるイメージ。間違いだったらすまん。多分、どうだ、結構ね。あ、照れてないし。早く覚えるように頑張る。あ、ワンシさんもお話し会とか前も来てもらって覚えてる。ランキング結構なんかジャンジョー立ってなくてもアイコンとかでわかる。アイコンとかであいると思って、あれこれ私推しのリアピョン隊の方じゃないのって思いながら、と思いながら見てるよ。耳赤いやん、赤いやん、そんなことないよ。言うな。YouTube ばかり見てた。ほんと？ちょっと怖いし。アイコンで。そう、アイコンで結構わかるかも。なんか結構さ、特徴的なアイコンもあるじゃん。あまり見ないアイコンとか。それでたまに覚えてたりする。アイコン、もうやめて！アイコン着替えないで。もうダメ。スクソしちゃおうよ。もうスクソしちゃおう。今フォローしてるリュウチュウ選手。嬉しい。おね、お見返り、嬉しい。へえ、そっか。10分に読む。来た。取るな。取る。ちょっと、本当アイコンやめて。本当にスクショしたよ。いや壇上に上がってなくてもいるもん。壇上の下にいっぱいさ。スクショの音嫌い？やめて。アイコン変えたらバレるからね。本当にもう本当に良くない。
もう本当に良くない。本当に良くない、みんな変えないでね。え、とっちゃんもえさんなんかアイコン変えました？ちょっとあんまりね、このアイコンのイメージないよね。どんだけセクシー、ダンジョンして見てる見てる見てる、みんながね見てるの見てる、どうぞよろしくです。オッケー、アイコンと肉で変えたら終われない、やめて本当に。でも結構私最近は結構起きてるから、普通に12時以降も起きてるよ。安心してください。え、それは嘘だな、全部復習しちゃおうかな、本当にみんなが浮気するから。そうな、確かに。で、そうアバターで、そう結構アバターって印象強いよね、名前っていうより。でないと、私はね警察っていう 役目があるから寝れないんよ12時まで。警察っていうお仕事があるから私寝れないの、12時まで起きとかなきゃいけないんだ。3期生の配信見てるよたまに、ハートありがとう。そう寝れないの、警察のお仕事があるから。1000個以上最悪。あ、でもハーシさんはそのアイコンのイメージある、めっちゃパンダのかぶってる。12時までそう働かなきゃいけないから、私の役目だから、それはちょっとそれを達成して寝るっていう役目があるから寝れないんだ。あ、ありがとう。学ブル見てるから。そうパトロール、お仕事お疲れ様です、ありがとうございます。カノルもちろんレイジ、え嬉しい、頑張って起きてね。デスノート着てる、レイジ忙しい。あ、アイコン変えたな、 DDK さん手あげろ。最近ミスなんか申し訳なくなっちゃってきた、申し訳なくなっちゃってきた、寝なさい、警察しないと、パトロール大切よね。そうエゴサするよ、ご苦労様です。画面からできそう、仕事機毎日再生知っててください、信じれない。違反、オンピータもそのアイコンのイメージあります。コメントハードル高いの、なんてコメントするの。好きです、え、ハッシュタグアライリアかリアチに夢中で調べてます、ハッシュタグアライリアとハッシュタグリアチに夢中で検索してます。いつもリアチ始まった、最新使ってた、あ、パシ、あれパシリさん変わった、なるほどね、なんかちょっとなんかちょっと可愛い、可愛くなった、なんか可愛くなった、パセリさんの絵がちょっと可愛くなった、なんだろう、何が目が違うんかな、なんか変わった、懲役、え、無期懲役です、ごめんね、無期懲役厳しい、警察レッチャーパトロール中、警察投げる。おー、シャキさん、木彫りのシャキさんもこのイメージあります、めっちゃレッチのこと、え、これに落とそう、これに落とそう、ちょっとなんか赤ちゃんみたい、かわいい、戻さないで、1個前、え、やめて、
あ、なんかもう変わったじゃん、キュンですおじさんのイメージが。あーみんな変えないで。え、ないよ、仮釈放のないよ、そんなのない、無期懲役なんだから。ミニスカ、ミニスカ嬉しい。みんなロングスカートミニスカどっち派ですか。今度履こうかな。別赤やだ最悪。ミニスカのスリッロング。お、あ、これ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 パセリさん、これだよ、これこれだよ、これ目がこうなってる。ミニ一択だ、ミニ履こうかな、これから。いや、ちゅうね、あ、ちょっと厳しい。あ、でもたまに会えるかも。ミニ、あ、じゃあ履こうかな。そんな、え、嬉しい。え、なんかミニはあんまり履いてないから、私履こうかな。ミニスカ、ミニスカデビュー、デビュー、まあ結構履いてるけど、もっと痩せてから、もっと痩せます、私もっと、私痩せます。結構履いてる。うん、どうだろう、でもロングの方が多いかな。ミニ、あー、もうやめて、みんなアイコン変えないで、ほんとにもうリア充困る、監視するのむずくなった、やめて、ピロピロさん変えないで。リッチ夢中、気にせぬ、おき、絶対変えないで。なんか星正さんも変えてる。あ、でもアライリアだから嬉しいけど、でもなんかみんなも浮気バレるよ、浮気ちょっとしにくいからやめて。あの警察しにくい、警察の時間が増えちゃう。え、嬉しいともくん、ちょっとスクショしとこう、アイコンこれね。またちょっとどっかのルームで見つけたら、ああ見てるなって、ともくんがどこに出没してんのか。でチーム中ロング、あ、もうハンシタン変えないで、ハンシタン変えないアイコン。あ、もうくまねパパさん、もうみんなアイコンを変えないで。お、嬉しい、アバター、もう初見ですって、もうの本当に何してるのみんな痩せすぎた。あ、でもこのままでいく、やつに関されたい、アバターは重要だった、そう、うん、本当に良くない。オノピータも変えないで、みんなもう変えない、スクショみんなやめて、もう本当にオリエンツ監視、監視、監視むず。スーさんがリエチュー、お、それはお寿司か。リアピョン対加減お待ちしてます、かっこ監視付き。もう遠野さんやめて、本当にみんなやめて、監視、もう監視しにくくなった、もう本当にもうむずくなったじゃん、監視するのむずい。もう本当に良くない、もう初見じゃないよ、本当に初見じゃないですよ君たちもう野中警察はもう全部どこにも出没します。もうヒロさんまで変えない、本当に変えない。トシヤさんに絶対アイコン変えないで、ずっと。実変えたい、歌作ろうかな、絶対アイコン変えないで本当に変えないで、恥ずかしくなってきた。あ、ね、本当にもうハンちゃんもやめておくれよ、みんなやめておくれよ、ほんと。
私が監視しにくくなるやんね、みんな。あと5分、そんな時間早い。いこたん愛してる。もうアイコン変えないで、ほんとに変えないで。試験の人早い。もうこんな時間、まだ8時かと思ってた。ちょっと男女、あ、やばい、メールも送らなきゃいけない。ちょっと男女見ます。13位瀬戸さん、12位ひーちゃん、10位くまねパパさん、10位よしきさん、よしよしおさん、10位9位マサさん、8位大悟さん、7位ヤシさん、6位今日もあなたの笑顔が誰かを救うさん、5位高パパぴょん、4位マササさん、3位オノピーター、2位ミーター、1位はエムタツさんです。ありがとう。絶対アイコン変えないで、絶対アイコン変えないで。今日もリア充、リア充警察頑張る。バイバイ、ちょっとメール送るね私。バイバイ、ありがとう。みんなやさ、みんなの優しさに私感動した。ありがとう。リアちゃん、ありがとう。リアちゃん、ありがとう。絶対今回。